トリスタント・レバー・ジェームズ・トンプソンは、カナダ・オンタリオ州ピール地域、ブランプトン出身のプロバスケットボール選手。ポジションはセンター。NBA のサクラメント・キングスに所属している。ネバダ州の高校から、テキサス大学に入学し、同じカナダ出身のコーリー・ジョセフと共にプレー2年間プレーした後に2011年の、 NBA ドラフトにアーリーエントリーし、カナダ出身の選手としては、当時最高となる全体4位という高い評価を受けて、クリーブランドキャバリアーズから指名された。2012から13シーズンから2シーズンは、全82試合スタメン出場。2014から15シーズンは、ケビン・ラブが加入して、ためにベンチスタートとなったが、全試合出場し、プレーオフに、 ラブが左肩を脱臼し、出場不可能になったことで、スタメンに復帰。インサイドで体を張ったプレーでチームを盛り立て、キャブスの8年振りの NBA ファイナル進出に貢献した。しかし、2015年のオフシーズンは、マックス契約を求めるトンプソンとそれを認めない、球団との間で契約交渉が難航し、球団は、 トンプソンのすべての写真を削除、レブロン・ジェームズがインスタグラムで言及するなど、2社間以外でのプレッシャーの掛け合いにより、大きな悩みの種となってしまった。結局、10月21日に5年8200万ドルで再契約を結んだ。新契約を結んだトンプソンは、キャバリアーズのインサイドの中心的存在となり、再選となった。 ゴールデンステートウォーリアーズとの NBA ファイナルでも力強さを発揮。キャバリアーズ初の NBA 優勝に貢献した。ありがとうございます。